こんにちは。今回は突如発売されたフォレスターの STI スポーツブラックインテリアセレクションについて紹介しつつ、他社と比較して購入すべきかどうか検討してみました。それでは行きます。Now loading。今回発表されたフォレスターですが、通常の STI スポーツに比べて、ナッパレザーの本革シートや、ドアトリムやコンソールなどにブラックの表皮を採用しているようですね。まずドアトリムから紹介しますと、今お見せしてるのが通常の STI スポーツで、ボルドーの表皮やステッチが採用されていることがわかります。しかし、インテリアブラックセレクションになると、このボルドーがすべてブラックに変わってます。ドアトリム以外も見てみるとシートであったり、コンソールの肘掛け場所であったり、ボルドー色だったところが、すべてブラック色に変わっているようです。STI スポーツらしさを考えると、ボルドー色が良いという考え方もありますが、オーナー視点でフォレスターの売却までを考えると、正直、内装色はブラックが一番定番だと思います。なので内装色だけを考えるのであれば、インテリアブラックセレクションの仕様は価値があると思います。ただレボーグもそうですが、こういった定番色での上質な内装仕様を、どうして後から販売するのかは少し気になりますね。STI スポーツ仕様ということで、STI はスバル本社と会社が分かれているので、どうしても特別仕様車としての発売をしようとすると、後出しでの販売になってしまうのかもしれませんね。実際に、このインテリアブラックエディションが人気なのかどうかは、継続して調査を進めてみますね。そしてインテリアブラックセレクションといっても、外装にも少し変化があり、B ピラーや C ピラーあたりが、ピアノブラック調に塗装されていますね。この外装を見て思ったことは、なんとなくですが、エクストレイル T33 を意識しているようにも感じましたね。実際にエクストレイルの外装を見てみると、エクストレイルも、B ピラーと C ピラーはブラック塗装されていますよね。外観の差異があるとすると A ピラーから、スーッとルーフまでブラック塗装されてるラインがエクストレイルにはあります。そういう点で考える、とツートンカラー意識で、ルーフはブラック、車体はボディカラーにしたい場合は、エクストレイル T33 が候補に入りそうで、A ピラーもルーフもボディカラーで揃えたい場合は、フォレスターを選んだ方がいいかもしれません。エクストレイルの場合だとツートンカラーにしなくても、A ピラーだけはブラック塗装になってルーフはボディカラーになります。ボディカラーにこだわりのある方は要注意です。ではここからは、フォレスターの車両サイズを他社と比較してみます。ではまず最初に、フォレスターの車両サイズから見てみます。全長は 4640mm、全幅 1815mm、全高 1730mm ですね。続いてエクストレイルを見てみると、フォレスターに対して、全長全幅全高はほとんど差がないですね。それよりも室内に差が見られて、なんとフォレスターの方が、室内全長が 140mm ほど長いですね。全長が同じで室内の空間が異なるということは、おそらくエンジンルームの大きさがフォレスターの方が小さいと思われます。地上最低高も 45mm ほどフォレスターのは高いですね。しかし不思議にも、地上最低高は高いにもかかわらず、室内全高はエクストレイルよりも高いですね。数字だけで見ると魔法みたいな室内空間ですね。続いて、トヨタのラブ4を見てみます。全長全幅全高に関しては、フォレスターとほぼ同じです。またよく見てみると、ホイールベースがフォレスターが一番短いですね。ホイールベースの短さは小回りの良さに効果があるので、駐車するときなどの小回りが、この中で一番良いかもしれませんね。そして最後にホンダのベゼルも見てみますと、ベゼルは全長が短いことがわかりますね。またこれら4種すべて見比べてみると、フォレスターの室内空間は大きいですね。数ミリ程度気にしない人は良いかもしれませんが、特に前後は高い方が圧迫感がないので、おすすめできそうですね。それでは最後にフォレスターのインテリアブラックセレクションの価格をベースにして、他に車を選ぶとしたら、同じような価格帯の車って何があるのか調査をしてみました。正直まだ全ての車両を確認しきれていないため、参考として見ていただきたいですが。ブラックインテリアセレクションのグレードは、こちらにあります。先ほど比較したエクストレイルやラブ4が見つかりますね。ただ、エクストレイルの場合だと、新型の T33 デイスグレードでないと、価格帯がフォレスターと同じぐらいにならないですね。エクストレイルは G グレードが最も人気があるグレードで、車両価格は400万を超えるので、そう考えるとこのフォレスターのインテリアブラックセレクションは、かなりコスパいいんじゃないんでしょうかね。残念ながら、私はまだ車両実物を見れてないですが、一つしっかり確認しておきたいのは、
本革シートの触り心地ですかね。以前こちらのレヴォーグのブラックインテリアセレクションの内装を見たときは、シートの表皮がウルトラスウェードで、非常に質感が良かったので、このブラックインテリアエディションに対する期待値が高いのですが、あの時良かったから、フォレスターもきっと良いはずだと思い込むのはちょっと良くないなぁと感じています。なのでフォレスターのインテリアブラックセレクションの仕様がもし見つかれば、その時改めて、皆さんにレビュー動画を通じて感想を伝えたいと思います。ただもうここまで来ると汚して使い回すというよりも、街乗りで優雅に使用するイメージの方が強くなりそうですね。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で聞かせてください。それではまた。